50代の女性の方たちで更年期障害や更年期太りでお悩みの方がとっても多いんですけども、更年期障害も人それぞれで、ホットフラッシュや肩こりや頭痛、あとはむくみだったりとか、昔と比べて今体重が変わったり体型が変わったってお悩みの方がとっても多いんですけども、更年期障害っていうのは脳が女性ホルモンを出してくださいっていう指令が出るんですけど、それに対して子宮から出てくる女性ホルモンの量が少なくなってしまっているので、指令に対する分泌する量がなかなか出にくいっていう、そのせめぎ合いによって更年期症状として出てきてしまうんですよね。年齢に伴って子宮から出てくる女性ホルモンという分泌量が減ってきてしまうので、脳の指令に対して応答できなくなって、どうしても更年期症状っていうのが出てきてしまうんですけども、それを防ぐ方法が一つだけあって、それは下半身の筋肉の活動量を増やすということなんです。そうすることによって脳の指令に対して応答することができるんです。特に更年期になると下半身の筋肉の活動量が減ってしまうので、必要最低限の女性ホルモンっていうのを分泌できなくなってしまうんです。なのでしっかりと下半身の筋肉量の活量を上げることによって、脳の指令に対して必要最低限の女性ホルモンを分泌することができるようになるということなんです。そこで更年期になると低下してしまう下半身の筋肉っていうのが、大腿四頭筋と腸腰筋、この2つの筋肉が特に低下しやすくなってしまいます。なので今回はこの2つの筋肉の活動量を増やすことによって、女性ホルモンの分泌を増やして更年期症状の解消につなげていくエクササイズを考えましたので、ぜひ一緒に最後までやってみてください。今回は座って行います。椅子などソファーなどでもいいので、座ってできるところを探してください。浅めに座って背筋を伸ばしてください。このまま足踏みを行います。1分間いきます。よーいスタート。足を上げるときに四頭筋と腸腰筋が収縮してくれます。このときに体が丸くならないように、しっかりと背筋を伸ばした状態で行ってください。こんな感じで1分間動かします。しっかりと太もも、お腹ですね、下腹部とかに力が入ってたら OK です。しっかりと交互に動かします。大腿四頭筋は4つの筋肉で構成されてて、すごく大きな筋肉になります。なので大腿四頭筋を収縮させることによって、下半身の筋肉の活動量が一気に上がってくれるので、とっても重要な筋肉になっております。しっかりと刺激を入れていってください。はい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 、こんな感じでいきますよ。はい、 OK です。では次に手を頭の後ろに組んでいただいて、足踏みと同時に体をひねっていきます。これを同じように繰り返し60秒やっていきます。よーいスタート。こんな感じでしっかりとひねってください。三半規管が弱い方は体をまっすぐに向けたまま動かしてあげてください。このように肘と膝がくっつくようなイメージで、くっつけなくてもいいんですけども、くっつけるようなイメージでやることで、さらに腸腰筋に刺激が入ってくれます。姿勢は丸くならないように注意してください。座ってできるので、テレビを見ながらとか、そういう感じに隙間時間にできる運動なので、これとってもおすすめです。よし、ね、食後の後とかにぜひやってあげてください。はい、はい、早くやる必要ないので、こんな感じでゆっくりと丁寧に動かしてあげてください。はい、OK です。では次が最後になります。最後は体を前に倒して少しお尻を持ち上げる、こう立つか立たないかぐらいのこの感じで体を前に倒してお尻をちょっと浮かす、これを60秒間やっていきます。よーいスタート。こんな感じですね。ポンと、本当にポンとお尻がちょっと浮くか浮かないかぐらいで十分です。こうして体を前に倒してお尻をちょっと浮くか浮かないかぐらい持っていった時に、この太ももを中心を触ってみてください。めちゃめちゃ効いてきます。こんな感じでこうやって
もうここの立つ瞬間に大腿四頭筋がビクッと力が入ってくれるので、これがとっても効果的ということなんです。こんな感じでよいしょ。これ60秒やると結構太もも周り効いてきますね。しっかりなんか使ってるっていう感じがしてくれます。はい、もうちょっとです。頑張りましょう。はいはいはい、もうちょっと。よし、結構これだけでも体がポカポカしてきましたね。頑張りましょう。よし、はい、 OK です。たった3分の運動なんですけども、しっかりと下半身が効いて、1万歩歩くよりも多分確実に効果のあるエクササイズなんじゃないかなと思います。こうやって下半身の活動量を増やしてあげることによって、しっかりと女性ホルモンの分泌量も増えて、更年期症状の解消にもつながっていきますので、ぜひこれを2週間毎日続けてみてください。今日も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ではまた、バイバイ。